スキンクヤモリ族は、チビヤモリ科に属する族。属名からテラトスキンクと呼ばれることもある。ユーラシア大陸全長10から20センチメートル。多くの種は大型で、半円形の鱗を持つ。この鱗は、剥がれやすく、外敵に襲われると鱗を剥がして逃げる。鱗は、しばらくすると再生する。砂漠や岩場等に生息する。地表性、夜行性で、 昼間は地面に掘った巣穴の中で休む。食生は動物食で昆虫類、節足動物、小型爬虫類等を食べる。繁殖形態は男性で1回に2個の卵を数回に分けて産む。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通するが、繁殖個体が流通することもある。以前は、 輸送状態の悪さ等から体調を崩している個体が多かったが近年流通する個体は以前に比べると丈夫だとされる。テラリウムで飼育される。地面に穴を掘るため砂等の床材を厚く敷いて飼育される。砂漠に生息するため昼間は局所的な熱源等で高温の部分を作るがケージ全体を乾燥させないで床材の底が湿っている状態を維持する必要がある。 ありがとうございます。